1800系、京王1 8 0 0系電車は1952年に、京王帝都電鉄が、井の頭線に導入した、通勤系電車である。1952年に、井の頭線3両編成化に備えて導入された、車両。制御電動車で、派1800型が1801から1808の8両、で派1800型と編成を組む付随車。 左ハ1300型が1301の1305の5両、2形式計13両からなる。デハ1800系のうちで、ハ1804から1808は、日本車両製造で申請された造備車で、台車は、国鉄払い下げ品の TR-35A、主電動機は同じく国鉄払い下げ品の MT-30 である。一方でハ8 0 1から1803は、 で、派1400系の潜在復旧車1402.1403,1406の、左派1300型は、潜在復旧制御尺派1570系のうち、車体更新をされなかった1576.1580、1582.1578,572 15 1の更新名義東急横浜製作所で車体を申請したもので、 川崎車両 K-3 台車やデハ1800系の電装機器は種車のものを流用している。車体はデハ1760型や区千1570系車体更新車と同様の全長18メートル級のものであるが、張り上げ屋根となっているため雨どいの位置が高い点が特徴となっている。デハ1800型は片運転台で、 窓配置は D1D4D4D2、左派1300型は中間車で窓配置は 2D4D4D2 である。デファ1800系の前面は非貫通の3枚窓で、下部左右にアンチクライマーが設置されている点は、全機量形式やその設計のもとになったデファ1710型と共通している。 で、派1800系のうち1801から1803は前期の通りで、派1400系の機器流用車であるためで、派1804から1808とは使用機器が異なる。また1801から1803は渋谷向きに運転台が設置されているが、1804から1808は吉祥寺向きに運転台が設置されていた。 デハ1800系の全小塔は当初は白熱灯1灯だったが1964年に白熱灯2灯に改造された。さらに1970年に1804から1808はシールドビーム化がされている。また180、1804.1805の台車は1963年に東急車両 TS-117 に交換された。 1975年に、井の頭線の五両編成化のため、左派線3 0 0系のうち1303の1305が、線系の中間車に転用され、貫通扉の拡幅とコンプレッサー装備が行われた。また、この時に、デファ1808は、運転台が撤去され、中間車化改造がされた。デファ8 0 4 1 8 0 7も1979年には、 編成の中間に入ったことから、1804のパンタグラフ撤去、大洋付随車化、1807の棒連結機取り付けによる実質的中間車化がされた。登場当初は、デハ1 8 0 0系、サハ1 3 0 0系、デハ1 8 0 0系の3両編成などで使用されていたが、1967年に、 デハ1800系の内更新名義者の1801から1803が、デハ1400系残存車と共に台車を2700系由来の東急車両 TS-101 に交換の上、四千用車両として、京王線に転属した。デハ1801から1803は1974年に、6000系の増備により、廃車となり、1802.1803が、 伊予鉄道2乗とされ、同社では不随車化され、左派510系511.512となっていたが、512が1987年8月3日に、511が1988年9月30日に、それぞれ廃車除籍扱いとされた。井の頭線に残った車両は3000系の増備とともに、朝ラッシュ示用となり、手フ1800型と、 サハ1301.1302は、デファ1900型などと組み、サハ1303の1305は前期の通り線、軽特トで使用されていたが、デファ1805.1806が1980年に、その他の車両も1983年から1984年に、かけて廃車。その後これらは、全車解体されており、地方施設に譲渡もされておらず、 保存目的とした車両も存在していない。私鉄車両編成表88年版、私鉄車両編成表89年版。ありがとうございます。